予言者は2009年のフランスの犯罪映画。監督はジャック・オーディアール、出演はタハール・ラヒムとニエル・アレスト・リュープなど。人種間対立の激しい刑務所に放り込まれた無学で、孤独なアラブ系フランス人青年が過酷な世界で生き延びていく中でのし上がっていく姿を描いたサスペンス映画である。2009年5月16日に第62回カンヌ国際映画祭の コンペティション部門で初上映され、審査員特別グランプリを受賞した。また、第35回、セザール賞では13のノミネートを受け、そのうち作品賞をはじめとする9つの受賞を果たしている。日本では、フランス映画祭2010でアンプルフェットとして上映された後、2012年1月21日に一般公開された。 19歳のアラブ系青年マリクは6年の刑を宣告され中央刑務所に送られてくる。そこは人種間の対立が激しく互いに牽制し合いながらも最大勢力であるコルシカマフィアのグループが実質的に支配している世界だった。身寄りのないマリクはコルシカ系グループを仕切るセザールに目をつけられ彼らのグループの人間を撃ったアラブ系の男。 レーブを殺すように脅迫される。逡巡しながらもマリクは刑務所内で生き延びるために初めての殺人を犯す。これをきっかけにセザールの子分となり読み書きと共に生き残るための術を学んでいく。そしてマリクはレーブの幻と暮らすようになり、レーブが語る予言めいた言葉を聞くことになる。 しばらくして、コルシカ系の囚人の多くが、コルシカ島に送られることになり、残された、コルシカ系はセザールを含め、極わずかとなる。セザールはマリクがフランス語とアラビア語に加えて、コルシカ語も使えるようになっていると知ると、マリクを外部との連絡係として利用するようになる。セザールの手引きで、外出許可を得たマリクは、外の世界に出るたびに、様々な成果を上げ、刑務所内では、 ジプシーのジョルディと手を組み、すでに出所していた親友リアドの協力のもと、違法薬物の取引によって、刑務所内外で力をつけていく。その一方で、いつまでも、自分を古文として支配し続けようとするセザールが邪魔になったマリクは、セザールから依頼されたボスの暗殺を逆に利用して、セザールを陥れることにする。リアドと共にボスを暗殺すると見せかけ、 ボスの護衛を射殺したマリクは暗殺を依頼したセザールに復讐しろと告げてボスを逃がす。これによりセザールは刑務所内の部下たちを殺され力を完全に失う。マリクは刑務所内のアラブ系グループを味方につけてさらに力をつける。そして出所の日、マリクを出迎えたのは彼が育てた組織のメンバーたちとガンで亡くなった。 リアドの妻ジャミラとその息子だった。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、新人のタハール・ラヒムが印象的な主演を務めた、予言者は目を見張るような身近なディテールに満ちたフランスのギャング映画である。であり、162件の評論の内高評価は96%に当たる156件で、平均点は10点満点中8.3点となっている。 メタクレティックによれば、31件の評論のすべてが高評価で平均点は100点満点中90点となっている。アロシネによれば、フランスの24のメディアによる評価の平均点は5点満点中4.6点である。ありがとうございます。